宮古島,島島民遭難事件は、日清修好条記の結ばれた1871年、琉球王国の首里王府に年貢を納めて帰礎に着いた、宮古、八重山の船4隻のうち、宮古船の1隻が、台湾近海で遭難し、台湾東南海岸に漂着した69人のうち3人が、歴史、台湾山中をさまよった生存者のうち54名が、 台湾原住民によって殺害された事件である。現在の日本史教科書では、琉球漂琉民殺害事件と記述されている。日本では長く、琉球漁民殺害事件と記述されてきたが、宮古島民台湾遭難事件、台湾事件などと称され、統一した故障はない。台湾では遭難船が到着した場所にちなみ、八王湾事件、あるいは、 台湾出兵と一連のものと捉えて、ボタン車事件と称する。日本政府は、事件に対し成長に厳重に抗議したが、原住民は、加害の民であるという新潮からの返事があり、これにより、日本政府は1874年、台湾出兵を行った。1609年3月、薩摩藩は、軍船1 0余石、兵3000余を投入して、わずか1週間で、 琉球全土を手中に収めた。国王少年は、薩摩に抑留され、2年余りの後帰国を許された際、琉球支配に関するおきて15条が交付された。内容は、中国貿易の規制、本土渡航の禁止、他国との交易の禁止等である。こうして、琉球王国は、薩摩を介して、爆犯体制に組み込まれながらも、日本本土の風俗習慣を禁止され、 形の上では、独立王国の定裁を保って、中国とは、作法関係が継続された。この二重体制の象徴は、首里城であった。王の執務する庁舎の右側は和風、左側は中国風に作られており、薩摩の役人が来た時はすべて和風で取り行い、中国の作法師が訪れた際には、中国風の対応で統一した。これが、 両当事者に受け入れられた理由は、薩摩が、琉球、中国間の貿易によって、利益を得ようとしていたこと、中国側が対面を重視して、これを黙認していたことにあった。日本国内での異国性については、新井白石もよく認識していた。彼は、琉球国は、慶長年間以来殺衆による支配を、幕府から任せられているため、他の外国の例に比べることはできない。 しかしながら、現在新国の精涯たちを報じ、また社意を受けていることから、全く我が国に順じ得ないと述べている。このような曖昧な状況に対し、明治維新後の日本政府は、琉球と中国の関係を清算すべきと考えていた。文化面では、琉球王国は、新朝成立後の中国文化、日本文化双方の影響を受けつつ、 南東文化を基盤とした独自の文化を守り続けた。また、琉球には新国に親しみを持つ人々も多かった。福建省の復讐には、鹿児島同様、琉球館が設けられ、作法師もここで入りした。宮古軍島と八重山軍島が琉球王国の支配下に入ったのは16世紀のことである。王国による直接支配が始まり、宮古、八重山には、 王府派遣の財盤が常駐して支配の強化が図られた。近世の琉球は薩摩によって過酷な支配がなされたが琉球王国は先島に対してはこれを転化して人頭税を課税したのであった。人頭税は数え年で15歳から50歳までの男女に頭割りで村ごとの連帯責任によって課せられた。先島は 台風と干ばつの常習地帯でもあった。当時、宮古、八重山地方では、首里王府から人頭税が課されていた。その納税の帰り、4隻の船が明治4年10月18日、那覇を出港。風が闇毛マ諸島に止まっていたが、10月29日に出発。強風に遭い、八重山船の一隻は、行方不明となり、一隻は、 台湾にたどり着いた。船は12単半船、144人一室みと、当時としては大型で、別名、ヤンバル船という。宮古船の一隻は、宮古島に着いたが、他の一隻は、この遭難事件にあった。漂着したのは、台湾南東岸の八王湾であり、64名が、ここに上陸した。そこへ、言葉の通じない二人の現地人が現れ、 略奪などを働いた。漂着者たちは岩の洞窟に泊まったりしながら山中をさまよった後、首切りにあった。詳しくは生還者寄りの聞き書き参照。また照ヒロシは1925年生存者、島袋を亀から聞き取りし、記録している。中山王府の記録流旧中山王府で記録したものをここに記す。 宮古島69人台湾で、遭難、12人生き残り、復州府に護送せられき当船へ乗り付け那覇に帰着した、中の二人、中本地区都市、島袋地区等のよりの聞き書きを示す。明治4年10月18日、宮古島と八重山の船計4艘は、那覇港から出版した。船は、琉球近海のケラマ島に到着、そこで、風や潮の状態を見て、 29日同所出発、11月1日、台風が吹いて、宮古島行の一つの船は漂流した。11月5日、台湾の山を発見した。6日、上陸開始したが、上陸時3人は溺死した。64人が上陸して、人家を求めて徘徊した。漢族2人に会い、人家の有無を質問したら、西方に行けば、 大耳の人あって、首を切るので、南方に行けと教えた。両人の案内にて、南方に向かう。両人衣服類は奪い取る。悪人の同類が多いだろうと落胆した。両人の教えに従い医師の洞窟に泊まった。両人は、盗賊の類と思い、別れて、西に転じた。7日、南方に、人家15、6軒あり。一あり古海に飯を盛六66人に与えた。 しかし残りの所持品を奪った。投宿す。8日朝、現地人は、宮古人に向かって、我ら寮に行かんとす。ここに待てとあるが、疑惑を生じ、散り散りになる。人家後、六軒あり、一人の叔父が、琉球なら、那覇か首里かと問う。この人は、危害は加えなかったが、その後に、三十人くらいが追ってきて、宮古人のかんざし、衣服を剥ぎ取る。 一、二人ずつ門外に追い出し、刀を持って、首を跳ねた。生存者の1925年の、報告政府関係者が聞き取ったとは別の情報もある。テルやヒロシは老齢になった生存者、島袋亀から1925年12月、那覇で直接話を聞いた。 殺害の直前、シゲる産物交換業者のしのげ老生宅に逃れて、来た遭難者たちがいた。集落から追ってきた万人たちは酒二樽るを要求したが、両老生宅にはたまたま酒だるがなかった。亀とその親は、両老生が意味ありげに目くばせしたのに気づき、床下に隠れた。知らない間に何人かがすでに門外に連れ出されていた。 掴まれた細体を振り切って逃げた、幸運な者も,もいたが、頭髪を掴まれ、引きずられて殺害された者も,もいた。一行のうち、捕らえられた紫金は、牛と交換され、同じくヒララは、単物五単と交換され、難を逃れた。現場は、総谷口の原っぱで、犯行は、大勢のシュゲル社の人により行われた。現地人の当店舗を林や休が 生存者を拡まい、また、土地の有力者の用途も盛んも協力、保護に当たった。彼らは、その他に、現地人をなだめるために、多大の出費も行った。現地には50余体の首のない死体が転がっており、相当時間放置された。要は自宅に40日間、生存者12名に食事を与え、手厚く保護し、長男の用側材、追いの用口話を伴わせて生存者を、 台湾浮上に送った。経路は陸路、東方を経て、車上から街路であった。事件は台湾を管轄する福建の地方館から、新国の中央政府に報告され、新朝政府は生存者を途中で保護し、福建を経由し、琉球へ送り返すべく、琉球からの入港線を待った。この間、生存者は台南にある台湾浮上で、八重山線の遭難者に会い、 一緒の船で中国の福建省福州府に輸送され、半年琉球館の保護を受けた。そして、明治5年6月7日、那覇に帰着した。救助をした、ヨーラは犠牲者の供養をし、現場に墓を建て、頭蓋骨以外はそこで埋葬した。後に、東方に墳墓を建て直した。台湾出兵時、東方に建て直した墓地に、日本軍により、記念碑が作られたが、 石に適当なものがなく、中国本土から取り寄せた。軍隊が台湾を離れる直前に完成した。頭蓋骨は、日本軍が探したが発見できず、後に述べるように、輸送中の44個の頭蓋骨を確保し、日本に持ち帰った。鹿児島県三次、大山綱吉が、明治政府に出した、上陳書付属書類によると、中本地区等のと、 島袋を畜頭の両人の話として、殺した人の肉を食うという説もあり、また脳を取り出して薬用にするという説もあると書いている。別の文献には、西版の現地人はその性質が非常に残忍であり、人肉食の習慣がある18の部落からなり、その中でボタン車というのが特に残忍であったとある。また台湾原住民には敵対部落や、 一種族の首を刈る風習がかつてあったという記述もある。これを台湾の漢民族や日本人はデクサと呼んだ。その名の通り、草村に隠れ、背後から襲撃して、頭部切断に及ぶ行為である。なお、デクサについては、一部の万人が蛮州から初頭にかけて、鹿狩りをすることを言うという説明もある。 これは文化も言語も全く隔絶した十数もの原住民族集団がそれぞれ全く交流することなく狭い台湾島内にモザイク状に並存していたため互いに異なる部族への警戒感が強かったことによるとされる。宮に文雄は人の首を刈る習慣はあったとしておりその意味についても述べている。例えば 狩り取った首の多さでその村が栄えると信じられたとか、他の部族より優位性が示されたという。狩り取った子宮は、祭壇近くに棚を作り、その棚に並べ、放置して、白骨の頭蓋骨になっても晒したという。遭難者が被害に遭った集落は、ボタン車であった確証はないという見解もある。首狩り後の遺体から人肉を食った形跡はないと言われる。 主球は切っても、食べるために一部は切り取っていないからだという。大浜育子は、宮古島には、野崎誠猿という人物のアホラ島への漂流譚が、同等に伝承されていた可能性が高く、琉球より、南の島に人食い島があるとの伝説を知っていた、宮古島からの遭難者たちが、現住民の集落を逃走した下人である、可能性を指摘している。 ちなみに、井カ閣は、アホラ島を、台湾東部の網族の収録であったと推測していた、ことを、大浜が、明らかにしている。台湾出兵の後、日本に反感を持っていた台湾府の役人、周勇気は、カチキたるの東北温州雷をそそのかして、頭蓋骨を入手させようとした。欲に目がくらんだオイは、大胆にもボタン車から頭蓋骨を盗み出した。 この情報を得た林や9らが輸送中の恩に遭い日本軍に提出するように説得した。彼は説得に応じ竹籠に入れた頭蓋骨44個を日本軍に提出した。褒美として恩は金30円などを得た。その後3社の盗目が出頭したので投稿を許した。不足の10個は発見できなかった。この理由を 万人のささやかな抵抗であろうとした文献もある。歴史家、まさかいめいともは、殺戮に関して、成番には初め殺意はなく、何人かを確かめるために、肝心と筆談を試みてもついにその国名が、わからなかったので殺戮することに決したのだろうとする。難民が逃亡せしをもって、今は猶予すべきでなく、殺戮を決行したようだ。大浜育子は、 台湾出兵に先立ち、カバヤマスケノリと、水野従うが、原住民の集落を視察した際に、多くの酒や、布、肉などを持参して、盗木に面会して、情報を得ている事実や、複数の、台湾出兵時の日本側資料から、原住民が、遭難者たちを保護した、シゲル産物交換業者のしのげ老生に、 酒二た,たると遭難者たちの交換を要求したが、あいにくしのげにはそれだけの酒の用意がなかったため、要求に応じることができず、現住民は首狩りをして、死給を持ち去ったという、人物交換不なり立説を提起している。これに対し、宮国文有は、酒樽る二た,たるを要求したのは、他の集落からの火星も考慮したものであるに過ぎず、最初から殺戮を計画していた可能性を、 指摘している。琉球を管轄していた鹿児島県三次の大山、綱吉は、日本政府に対し、責任追及のための出兵を兼議した。政府は、この琉球漂流民殺害事件に対して、政調に厳重に抗議したが、琉球漂流民保護の責任問題はもつれた。さらに、1873年には、台湾に漂着した。 備中国柏島村の船の乗組員4名が略奪を受ける事件が発生し、政府内外に台湾政討論が高まった。同年特命全権大使として、新国に渡った外務卿添島種臣は、随員の柳原先光に、この件を問いたださせたが、新庁の交渉窓口である、理部少所もう明博氏による、現住民は、 加害の民であるという責任回避の返答があるのみであった。軍人や士族の強行論に押されたこともあり、日本政府は1874年台湾出兵を行った。この軍事行動はボタン車事件、生態の役とも呼ばれる。明治4年11月の宮古島民遭難事件に橋を発して、早くも明治5年に鹿児島県三次、 大山綱吉らの台湾征抜論が台頭し、自ら性抜戦とこうた日本政府は、琉球藩が、日本と新国の両族関係にあったことはよく、承知しており、いずれその決着が必要と考えていた。外務ソエジ添タネオミは、進むしげるの志を有し、米国講師で、チャールズ・デ・ロング、同国人、チャールズ・ルジャンドルを招いて、政府顧問にして備えた。 翌年になり、政府の方針が決定した。琉球の側は、新国を刺激せず両族関係を維持することを求め、日本政府へ出兵を取りやめるよう嘆願していたが、事実とは異なる、情報戦略が、市が新聞紙上で展開してされていたことを、大浜育子が明らかにしている。1873年3月9日、添江島種に、 明治天皇は直後賜った。陳菊く、台湾島の成番数字我が人民を屠殺すと。もし捨てと案とするは、交換なんぞ極まらんと。今何時、種を見にいするに全権を持ってす。何時種を見、それ行きて、これを、真理し、もって陳が民を、休んするのいに添えよ。金や添え島は1873年期間流城に、乗り、 横浜を出発した。天津において、立交省と日清修好条約を締結したので、北京に赴き、深国皇帝に越見した。その直前、越見の方法でこじれていたとき、彼は台湾事件に関して、新帝の処置を尋ねた。総理部門の大臣は、正版と熟版があり、王家に服するのを熟版と言い、 服従しない成盤は加害において支配せずと答えた。これは、日本の進むしげるの根拠を与えたが、文書によるものではなく、口頭の現地に留まった。そこで、我が臣民は、帰国が化け外いの民として治めずんば、我が国は一軍を派遣して、我が民を害する残忍な万人を懲罰すべし、他実意義あることなかれ、と言明した。添島は帰国し、復命した。 しかし、1873年の政官論争に、敗れたため下やした。1874年4月、西郷継道に、台湾征服の命が下った。西郷継道台湾番地処分につき、南寺継道に命じ、事務ととくたらしむ。およそ陸海軍務より、昇罰のことに至るまで一するに全権をもってす。我が国人を暴殺せし罪を問い。 相当な処分を行うべきこと。もしもその罪に服さざるときは、臨機兵力を持って、これを打ちすべきこと。我が国人の、彼、地に至るとき、土人の妨害にかからざるさま、欲防性の方法を立てるべきこと。ここに来て、突然、新国政府が異議を唱え、また以前は煽り立てていたアメリカ大使と、イギリス公使が突然意見を変えた。米国公使ピンガームは、 局外中立を戦し英国公使ハリー・パークスも出兵を批判した。大熊長官は出兵中止を伝えたが、西郷は同意せず、また、日本軍隊の士気もすこぶる高く、出港を差し止めたら何が起こるかわからない状態であった。しかし、アメリカ、イギリスの船を使う計画は、実現困難になった。直所を縦に5月3日、 千六3658人を従え、軍艦日清、猛春は、長崎から出港した。ついで、大割丸、名工、運送船3、国丸と、運よく、長崎に入港した米国商船シャスペリーを購入し、高砂丸とし、また英船デルタ号を買収して、車両と名付け、5月16日に出港した。台湾出兵時の日本人兵士西号は、 陸軍少将、谷田敵と海軍少将、赤松時長を従え出港した。新国政府解剖役人の要求も無視し、日本軍は激しく進攻、熟番、正番各社は降伏した。最終的には、ボタン社と講子仏社の頭目も降伏。最後をつぐみちは、万人との交換に意を尽くした。またつぐみちは殺害された被害者の遺骨を集め、 現地人で救助に当たった、ヨーラの協力を得て現地に墓を作った。事後処理として、日本政府は、大久保利道を北京に派遣し、交渉は9月10日に開始された。北京に派遣された、大久保利道は、日本の意見を強力に主張した。これに対し、新国政府代表は激しく抗議した。新国の主張は、台湾成版の地は、 新国の属地である、台湾府市に載せているのは、俗領の証拠である、新国の内地にも番地がある、加害の民といったのは文書でなく、口頭の原名に過ぎない、万国公法は、西洋諸国が編成したもので、新国は納得しないなどである。交渉は、平行線のままに進み、決裂寸前となった。中国側とは、会議7回、 また、深刻駐在イギリス大使、トーマスウェードとの間に8回の会見もあった。大久保は最後に帰国の意思をほのめかしたが、中国の対応は極めて優長であった。土壇場に来た大久保は、台湾万地は中国の領土でないという主張を引っ込め、ひたすら賞金を引き出すように論点を移した。その理由は、台湾万地が中国の属国でなければ。 賞金を取り立てる根拠がなくなるためであった。大久保は、ウェードの朝廷により、五感条約の調印にたどり着いた。賞金五十万両を支払い今回の日本の台湾出兵は、儀許の行動であると新国が認めることになった。最も,も日本の戦費は、この十倍に上った。新国はこの事件を不税となさざること。新国は遺族に大使長遺金を出す。 日本軍が作った道路宿舎は有料で譲り受ける。両国は本件に関する往復文書を一切解消する。新国は台湾の西版を検索して後長く外を公客に加えないこと。日本軍は1874年12月20日まで撤退する。この条約によって両国は琉球は日本国の領土であり台湾は 新国の領土であることを認めた。また、琉球民のことを日本国族民と表現することによって、条約上、琉球が日本の半島であることを日清両国が承認する形となり、琉球処分を進める上で日本に有利な結果となった。遭難事件の後に琉球藩が設置され、設置の後に台湾出兵4月が起こっている。明治政府は、 翌1875年、琉球に対して清との作法と長交関係の廃止、並びに明治年号の使用などを命令するが、琉球は清との長交関係を継続する意向を表明。清は琉球の長交禁止に抗議するなど、外交上の決着はつかなかった。正体はその後も、 清への徴工を続けたが、1879年、明治政府は正体を東京へ強制的に連行。これにより、明日ともに敗位となり、琉球王国は滅亡した。明治政府は、内務官僚、警察隊、熊本賃台文献隊を派遣し、琉球藩を廃止して、同年4月に沖縄県を設置した。 島民の受難直後、総谷口海半には、首から、下の遺骸が散乱していた。当天保林や林屋旧、用途も左官は生存者を送ってから、とりあえず殺害現場に一いたちかけて、台湾式の土万重型の墓を5つ作り遺体を、埋めた。1874年台湾出兵時、この旧墳墓を目撃した日本軍の息が上がったと、 米国従軍記者が記載している。洋友もさかん、及び、林家キューラは、最初の墓を東方の地に移した。五個の亀に移し、箇所にまとめた。この墓は、西郷つぐみらによって改修され、墓前に石踏みを作ることにした。適当な石がないため、中国大陸から取り寄せた。日本軍は12月2日に撤退することになって、 いたので、それまでに石踏みは間に合わせた。前面に、大日本琉球犯人54名簿と刻まれ、背面には、憲璧の理由が漢文で書いてある。西郷をはじめ日本の将兵、軍属一同で祭祀を行い、墓に深く異例の念を捧げた。西郷都督は供養料を、年間20円送る少々を与えたが、大正5年頃から10円となり、いつしか途絶えたが、 祭祀は現地で続いている。生還した人たちは、法恩のために200円送ったが、中国の管理が着服し20円しか届かなかった。母前祭は3月15日と7月15日に行われた。日本の台湾併合直後の1895年、特別な母前祭が11月15日に行われた。ようともさかん。 林や旧の子などを含む70名以上の参加を得て、紙幣を燃やし、祭り字を唱え、爆竹を鳴らした。かつて生存者の島袋を亀と会い、被害者全員の名前を調べた、テルやひろしは、高尾州知事に許可を得て、現地の墓の修復を発揮した。修復は1928年1月28日に、完了し、犠牲者の使命が刻印された墓碑を前に、 採取を、久し春群種大村連吉として救助者及びその子孫が散列し、母前祭が取り行われた。大日本琉球犯人54名母母域は、前方9.24メートル、背面9.10メートル、左側面12.80メートル、右側面12.84メートル、面積は117.76平方メートルに及び、墓の大きさは、 全面3.90メートル、背面6.30メートル、左側面4.40メートル、右側面4.40メートルである。太平洋戦争後の1979年4月28日、台湾総会社母産団が台湾の現地で母産した。出発前に、墓地のある五国寺にも参拝した。現地から林明淵、林面栄、洋天祭。 弱焼きなど救援者の子孫が出席した。犠牲者の全遺体は54体で、44体分の頭蓋骨は出兵の外戦時に収集し、長崎を経て、那覇に運んだ。1875年2月、当初は、那覇市若狭の上野家に埋葬。1898年3月、波の上の五国寺に移転、県知事。 奈良原茂が希望した台湾総会社の日が混流された。1980年10月25日に再改修し、犠牲者の使命を刻印した。母前祭には救助者の子孫、陽天祭、林西栄、妖津妹大代が招かれた。宮古島の遺族も出席した。当時の新聞によると、臨海寺、神宮寺、上王寺、神徳寺、変城寺、 西願寺、観音寺、流動寺、千住院、禅教寺、円楽寺、天海寺、天皇寺、草原寺、正則寺などの僧侶が五国寺に集まり、土胸の後、奈良原断尺、小川師範学校長、その他の有志の祭文しか徘徊などの朗読があって、昇降礼拝、墓の春光の喜び縁を張った。師範生徒も斎場に整列し、昇降礼拝したとある。 なお、頭蓋骨の輸送については、当時の文書には、内務卿伊藤博文をはじめとして、横山祖前ゴンスケ、林海軍大佐、内務大将を進む、番地事務局長官、琉球藩津波古親方、久し里幸子親雲城、元長里幸子親雲城、池城親方、浦添親方、儀野湾親方、家王子らの名前が見える。この事件は、 新国と台湾南部の人々の反発を招いた。日本軍の侵攻に備え、翌年から南部の久し春鎮の中心地、久し春に城が作られた。実際に使われることはなかったが、周囲2670メートルと、その巨大さと保存が良好なことで、観光資源となっている。台湾政府は歴史的重要建造物に指定した。 常春古城門当時の社会環境と先住民の風俗習慣から見た場合、理由なくブラクの領地に侵入してきたものは、必ずブラク法の制裁を受けることになっていたのであり、現代的な観点で、当時の行為を断罪すべきでない、とする見解がある。また、日本にとって、琉球氷流民遭難事件は、新朝の反応を探る、試金石であり、ひいては、 台湾を侵略するための口実であったのであって、日本による単なる正義の執行とみなされるべきではない、という見解もある。しかし被害者となった乗船者は、宮古島から中山首里へと当時の年貢を収めに、登った、道東筆頭の自動職や村をさ、これらに随行する、現地地族他一員の大勢の一行であり、宮古から中山への進行線というべき重要な、 務めを帯びていた。それを国外への漂着といえども、茂る民に無残に多数を殺害されたのであるから、宮古島氏族や琉球王府とても到底感化、できるような事件ではなく、それが、明治政府に介入をさせる絶好の機会を与えたとも、評価できる。また、この事件を軽んじて、日本全権大使に対して、加害の民と門前払いにした、清潮朝詔書にも、 最終的に、日本の軍事介入を招いた責任の一端があると、評価できる。生存者の島袋亀が1925年、伊ハーフに手紙を出した。その後、以前、伊波の同級生であった、当時台湾在住のテルヤヒロシが連絡を受けたが、彼は、宮古島の本村浅助に依頼し、被害者職業住所などが判明した。生死は、宮古の刑塚府による、 戦前戦後を通じて、宮古島と台湾の行き来は頻繁であった。また、沖縄戦の前後の時期には、1万人弱の人々が、宮古島から台湾に強制的に疎開している。なお、宮古島も含む先島諸島から、九州以北への組織的疎開は行われていないが、個人的な疎開は参見される。宮古島と台湾の関係においては、現在でも、高校、 中学レベルの交流が行われている。1997年1月、宮古商工会議所の一行により、台湾南部観光旅行の際に、宮国文雄は、最初の母産を行い、同4月に、第2回目の母産を行った。西号の混流した、琉球半民54名簿の文字は、読み取れるが、あったはずの、第2本の字は消されていた。この文献には、 はっきり大日本が読み取れる。事件の地も訪問したが、現地と思われるところは、台湾三軍の演習地とあり、入れなかった。2005年6月、台湾から、当時の事件を謝罪したいと子孫たちが、沖縄、宮古島を訪れ、日本側の子孫と友好の握手を交わした。里井洋一は、日本、台湾、中国教科書における、 台湾事件の記述について論文を発表した。それによると、日本の中学8社の教科書、高校の17種類の教科書、中国の高等中学、大学5種の教科書、台湾、国民中学4種、高級中学3種の教科書を比較している。三国とも、それぞれの国家の検定をパスしているが、難民の正確な記述は、各国ともないとしている。 ありがとうございます。